パソコンに前の前でねえ、声をてめえこの野郎。ああこぼしですね。星、はい、こぼしで星です。星です。あ、これはこぼしと星なんですね。そう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 。こちら山ちゃんと佐藤ちゃんの、ね。さすがこのコンビは芸が細かいですね。はい、それはもうそれはもう芸は細かいですよ。すだってこの趣味特技ね、はい、あの山ちゃんですが、趣味は楽器やめる、はい。これはわかります。はい、はい、特技腹話術書きますからね。これよくわかりません。細かいですよ。腹、はい、話術できるミュージシャンなかなかいませんよ。ねえ、ちょっとまた披露してほしいですよ、ね。なんか見たことは人形か本人かよくわからないです。いや。ほんまに人形がね、その状態出したら見た気がする、一人一人腹話術が入れそうです ね。なんかむちゃくちゃ言ってますね、ファミリーやったらファミリーなんでね今日僕ね、もっと司会やりにくいんですけど、なんでかって言ったら、ま、た山さんがあまりにも饒舌で、あのトークがうまいんですよ。あ、うまいね、だからもうこれで勝てへんかと思って、今日ほんまやりにくいなと思いながらやってるんですけど、まあ、だからまあこの辺のわからない楽器とか、多分ね、一般の方はもう一つわからないんですけど、スライドギターとかではあんまわからない人いると思うんですけど、ほんまやね、うん、ね、これはね、もう山さんのね、素晴らしいトークの技術ですごい楽しく説明してもらえると思いますんで、めっちゃハードル上げてますね、これまた楽しみです。絶対わざとです、はいはい、ハードル上げました。ケアカリーこぼしです、はい、どうぞ。ありがとうございます。どうも、起き上がりこぼしでございますね。夫婦デュオでございまして、ですね、もう離婚したら解散というなかなかのリスクをするながら日々やっております。覚えておいてください、もう離婚したら解散というですね、もう日々に本当にも大変なんですけど、よく準備のセッティングの時とかに忘れましたら喧嘩とかするんですけど、前回も東京行った時もなんかさっきね、こう吹いてた串数っていうのを忘れて喧嘩しまして、僕ら去年ここでね、結婚式の時間あげてありがとうございますって感動になったのに、もうこんなんですわ。1年経つの早いですね。1年経ったらこんなんですわ、ね、もうすぐすれ違いですわ、はいはいはい、ね、もう週末からね、あの朝が横浜と行くんですけどね、もうきっと帰る頃にも喧嘩ですわ、ね、いつも東京行ったら喧嘩するんです。なぜなら僕がね、ギターを買うから、こら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 、誰今出た言うたオープン G ってこれでね、そのチューニングなんですけど、この何もサイズ弾くと G っていう音ですね、こうこうやって弾くんですけど、もうなんかちょっと通販番組みたいな感じになってきましたけどね、サンドイッチも4ドイッチもみたいな感じですけど、古いですね、マーフィーですわ、古いですね、選ばれたものだけが使えるチューニングですね、使いました、そうなんですよ、もう選ばれたものだけが使えるんですよ、もうね、あえて言うときましょう、もう最後もうね、選ばれたものだけ思いが未熟者という歌声出てますか。あ、もうなんかちょっと今すれ違いが大丈夫ですか。なんか息が合ってませんけど。出てなんだかいつも
クレッシェンドですね。はい、なおさんとポッポさんのお二人の、はい、ユニットでございます。はい、ボーカルのボーカルキーボードキーボードボーカルのなおさんはですね、はい、歴史マニアということですね。戦国時代、特に戦国時代、そうなんですね。意外、すごい戦国時代マニア。やったの詳しい。はい、ベースとコーラスのポッポさんですが。はい、野球ですね。野球とバレーボール、はい、ボールなど、うん、スポーツがお得意ですね。あ、はいはい、あ、でもちょっと意外な感じもしますね。なんかこうね、結構活動的にこうスポーツをされるということですね。はいはいはい、今日の一言をお聞きしましてはですね、はいはい、寒かったり暑かったりで風邪をひいてしまう方多いと思います。はいはい、多いみたいですよ。はい、気をつけて明日からも頑張りましょうといいですね。欲しいですね。素敵なメッセージをいただいています。準備が整いましたようですので、はい、始めていただきましょう。よろしくお願いします。クレッシェンドさんです。どうもありがとうございます。こんばんは、クレッシェンドです。どんな、ね、人間関係でもそうですけども、あの恋人同士であれ、たとえね、別れてしまったとしても、あの出会えたことっていうのに感謝をする。まあいろいろね、あの親子じゃないわ、そういうあの出会いの感謝っていうのをテーマに書いた歌なんですね。あのそれを最後に歌いたいと思います。聴いてください。I'm not afraid to die.
ございました。悲しくないでね、いつか会えるから、その日まで体調悪いなとか今日もちょっとしんどいなと思っててもですね、はい、やっぱり音楽が始まって生の演奏を聴くとですね、やっぱりこの空気の振動みたいなところでですね、あの癒されるというか、ね、元気が出ることがいっぱいありますのでね、はい、なのでやっぱりちょっとねそういう音楽にねよるパワーみたいなものがね、はいはい、皆さん感じておられるんじゃないかなと思いますけどもね、はい、こう仕事で嫌なことがあったなとか、ね、彼氏や彼女と喧嘩したなみたいな時に、喧嘩したらモダンタイムスね、モダンタイムス、嫌なことがあったらモダンタイムスそうです、はい、それはあのライブなくても来はりますからね、ライブなくてもモダンタイムス、はい、そうなんです、もうライブ終わってからでも来ますからね、はい、そうですね、モダンな時でもモダンタイムス来てください、はい、とりあえずね、僕はライブ終わってから来ます、すいません、そうですね、あのニューメンだったりね、はいはい、ここでリエさんですね、はい、バンド結成からですね、数ヶ月経ってようやくまとまってきましたと、はい、まとまってきました、うん、今日はその成果発表と、いうことで、みなぎ、はい、みなぎる気合いですという気合い満点でですね、はいはい、で今日のスラミシック挑んでくださってますけれども、素敵ですね、あのアイリッシュのね、はい、あのジャンルというのは私もですねこのスローミュージックで初めて知ったんですけれども、そうかもしれません、そうなんですよ、それがですねなかなか、そうなんですよ、普段ね機会なくてですね、はい、大丈夫そうですね、はい、ではやっていただきましょう、ココペリエさんです、どうぞ、ここに1曲、歌をお送りします、え、なんてタイトルですか、これはね、青い月というタイトルですね、月なのに青いんですね、そうなんですよなんだろうね、やりとり青く見えたんですよね、月が、うん、あるよね、そういうのあるでしょ、うん、たまに赤く見えた時もあるんだけどな、うんうん、まあ、青く見えたんですよ、うん、で、そんなThank you.
を一人歩いてゆく青い月よどうかそばにいてほしい儚い想いはあなたへと続いてく紹介、左のテンパ、テンパじゃない自分でパーマしてる彼が大きいギターです音楽コーディングランドオンバイオリン斉藤智子あ、まあ自分はい、言おうか言おうか今日は盤上はないですねなかったですね、はい、レコーディングしてきましたお疲れ様そんなレコーディング帰りのフルートをホイッスル岩浅翔です。じゃあ最後はアイディッシュっぽく締めましょうか。
月10日のスローミュージック、皆さんお楽しみいただけましたでしょうか。はい、スローミュージックはですね、はい、毎週水曜日、そしてね、たまにね、はい、スローミュージックジャックね、満開編行われておりますけれども、はい、随時ね、こうやって開催しておりますのでですね、皆さんぜひですね、はい、次回はですね、こうパソコンの前に、いらっしゃるお客さんもですね、はいはい、ぜひ、生のこの温度をですね、うん、楽しみにして、この舞台の方にね、立ってもらったり、そうですね、いただきたい、また客席の方に来てるわけですね、そうなんですよね、本当にあのご飯を食べるもよしですね、はい、お酒を飲むもよし、はい、友達を作りに来るもよし、ね、いろんなね楽しみ方があると思いますのでね、ぜひ本当にこの生のこの感動っていうのをですね、はい、皆さんに味わって、配信だけじゃね、伝わらないですね、本当にこのエースロミズこのテレビジャックでは、ね、この本当に一部でしかね紹介できてませんので ね、 でね、皆さんね、ぜひね、間違えた、返信じゃないわ、編集やあ、いいです、ね、そのまま行きましょう、はい、はいはい、楽しみに来ていただけたらいいなと思います。はい、というところで、はい、皆さん次回もですね、ぜひまたこのテレビジャック楽しみにしていただきたいと思います、はい、ということで、はい、スラミジックテレビジャッ ク、 ャック、次回をお楽しみに、バイバーイ、バイバーイ。本当にお疲れ様でした。ご視聴ありがとうございました。またよろしくお願いします。ということで、お疲れ様でした。乾杯。